はい、MF ゴースト第262話のネタバレをしたいと思います。いや、まさかまさかでしたね。結構単純なことだったんですが、それなりにこう組み立てられているなということですね。私はポルシェね、テイラーさんのポルシェから落ちた部品がですね、タイヤを傷つけたのかな、傷つけてスローパンクチャーになるのかなと思ったんですが、まあ、それだとですね、まあ、バトルに影響が出て しまうってことですよねなので、今回、シゲノ先生が取られたこの手法は、バトルには影響が出ないということで、さらにですね、これから追い上げに入るということで、カナタくんがタイヤをセーブして走っていたのも生きてくるという設定で、やはりさすがだなぁと思いますね。そしてカナタくんは目に見えているものだったら余計な出るのにですね、 関一の間欠線を浴びていたことによって見えてなかったというところまでうまく回収しているということですね。ちょっと問題なのはその小形くんが前にね車が走っているというのをアナウンスしてなかったのかなっていうことと、まあこの扉絵ではすでにね見えてるわけですね。ケイマンケイマンではなくてポルシェの後ろ姿がねなので関一のスプラッシュが浴び でもですね、二んだったらもうちょっと予測できたんじゃないのかなということですね。まあそこら辺はちょっとこう巻き添えうまく食らった感じにはなってはいるということで、まあ、この間一のスプラッシュがかなり長いということですね。 スプラッシュを浴びた後にポルシェがすぐ回ってしまったんですが、カナタくんがスプラッシュから出てきた時に横を向いていたという説明になっていて、これがだからスプラッシュがもしなかった場合はスピンした時から見えているので、だからかなたくんは避けられたんじゃないのかなっていうことになっていて、かなり合理的な説明がついているというのもうまくできてるなと。 かんいの完結けですが、まあ、昔からね、イニシャル D の頃からですね、まあ、いろんなアクシデントがあるんですが、その中でもかなり自然な感じのスピンになっているんじゃないのかな。ちゃんとテイラーがですね、スピンするっていうのも前の輪でですね、説明されていて、右コーナーでオーバーが出ると。さらにテイラーにですね、かんけの皮ができてる。 とかね、ちゃんと全部説明して、もう滑りますよ、スピンしますよっていうのを、まあちゃんと出してるというのも、唐突に出したわけではないっていうことになってますし、完結線をですね、二つ用意してあるっていうことが、ちょっと肝なんだろうなということですね。もしですね、 このシチュエーションだけだったらですね、完結線一つでいいんですよね。ということで、完結線二つ用意してるっていうことは、やっぱり何かあるんだろうなということをですね、この後に、お宮と寛一だから、お宮の 完結戦があると思うんですけれども、そちらの方で、そちらの方、今回の集会では喰らわなさそうですけれども、最後の週ですよね、の集会では、今度はお宮が襲いかかるということなんですが、そうじゃないと2つ用意した意味がわからないんですよね。なんで、 例えば、どっか一つ前ですかね、だとジャンピングポイントが一つあったと思うんですが、まあ、それと同じことを考えるとですね、この関係性が二つあるっていうことには意味があるということですね。で、やっぱりフリーがあると思うんで、そのお宮と寛一のとこに先輩と共にお参りに行ったっていうことは絶対フリーになってるし、かなたくんには女神が 微笑む、人たらしの彼方くんにはみんなが祝福するということなんで、え、かんが迷惑をかけた代わりにおみやが助けてくれるというオち、勝利の女神が微笑むというメタファーになるんじゃないのかなっていうのは容易にね、予想できるんですが、じゃあまあそこまでどうなるのか、え、私は今までは、え、そのテイラーのデブリを拾ってですね、え、タイヤがスローパンクチャーになってハンデを追って、 え、でバトルをするのかと思ったんですが、え、それはなくなりました。セナ君まで下がったという。えー、ということは、ミカエル、それから、サバタリー、セナ。 その後の4位になってるわけですね。で、セナ君との差はほぼないということなのですね。ここで重要なのは、やっぱりですね、一つ前の輪でですね、二、まあ、つ前かな、の輪でですね、ケイマンのミカエルがですね、良犬だ、自分は良犬だってね、言ってることに、まあ意味が、 あるんだろうなと思いますねえ。ということは、あれですね、ヤントントですかね。えドイツ語でヤントントだという風に言ってるんですが、今、良犬が前に出ちゃったわけですよね。でも、自分は良犬だって言ってんだから、これはちょっと問題があるというか、本意ではないということですね。後ろから借りたい。 わけですよね。えなのでえ、これはベッケンバウアーは、かなたくんに一回譲るんじゃないかと思います。えなので、これがえ、イニシャル D の最後のえ最終戦であったえマザコンのねえ、彼がやったことと、えそれをもう一回繰り返すんだと思います。なので、追いついていったら、ベッケンバウアーは、ハザードを出して譲ってくれるんじゃないかと思います。まあ、それがですねえ、ちょうど頂点、ダウンヒルが始まる前までに追いつくんじゃないかと思います。じゃあなんで 追いつくのかというとこれはセナとサバタリ君がカナタを引っ張ってくれると思いますなのでヒルクライムですこれからまあ始まるわけですがセナ君がカナタ君を後ろにつけてまずヒルクライムの前のあのストレート区間とかですね今までカナタ君っていろんな人に助けてもらってる最初はあヤジキタ兄弟のストレート との塔ですねそれれをままずセナ君がやってくれるんじゃないいかと思いますねそして、次はですね、沢渡リとの連携プレイだと思うんですが、沢渡リとの連携プレイでベッケンバウアーを抜くとですね、無茶胸圧なんですが、そうではないんじゃないかな、ちょっと難しいかなと思うんで、まず、セナ君の塔を使って、熱海オフロードストレート区間は、 ミカエルとサワタリに追いついていくということですね。その、それが終わった後はですね、ヒルクライムで、サワタリくんとセナくんにサンドイッチにされた状態で、しかもカナタラインを使ってベッケンバウワーを追い詰めていくと。ヤジキタ兄弟プラスカナタラインプラス三人連携みたいな。まあ、ガンダムで言うとドムですかね。黒い三連星みたいな。まあ、これガンダムの影響をかなり受けているので、 黒い三年生みたいな感じでえ、ミカエルに追いついていくと。そして、頂点、峠の一番上では、でですね、追いついたら、後ろにサワタリとセナ君を従えて、で、ミカエルが譲ると。そして、このカナタえ、ミカエル、サワタリ、セナが4人同時にバトルを始めるということですね。すべてえカナタを目標に。今度はカナタを追い詰める。 ことをまないかなと思いますつまりフェアプレイ、ね、フェアプレイの精神で、カナダと勝負をすると。あ要するに、このまま勝ったって別件、ベッケンバウアーは別に嬉しくもなんともないわけですよね。なんで、まあ、自分のことをわざわざね。まあ、これ今回特徴だと思うんですが、テイラーも右のコーナーでオーバーが出てるってわざわざ行った後に、右コーナーでスピンをすると。 いうことなので、えー、ちゃんと振りがあるっていうのを考えると、えー、その前の輪でですね、ベッケンバウアーことミカエルがですね、えー、自分のことを良犬、イアントントと言っているのは絶対、えー、伏線にまあなってるんだと思いますね。なんか死野先生優しいですよね、ちゃんね、えー、最近優しいなと思いますね。 ということで、まあ、これからの展開ですが、かなたくんをみんなが助けてくれるというね、せなくんが助けてくれて、サワタリくんが助けてくれて、そして、え、ミカエルも譲ってくれる。と。そして最後、ダウンヒルでバトルが始まって、最終的には、おミやが助けてくれると。まあ、そうするとみんなが助けてくれるという、この状況が、まあ、理想なのかなと。 いうことですね。そのお宮が助けてくれるのはちょっと今わかりませんが、ちょっと一週間ぐらいね、考えてみたいなと思います。では、あと一つですね、ミステイクしたっていうことがあるんですが、それは、事故、事故予告ですね、22巻の予告が21巻の巻末についていて、それが今回の17番、17番ちゃんじゃね、7番ちゃんのですね、 これもちょっとなんか伏線かもしれませんね。17番と7番ちゃん。まあそれも今度また考えてみたいと思うんですが、7番ちゃんがどうしようかなたみたいなことを言ってたのと、それからかなたに最大の試練っていうことがね、21巻の巻末に22巻の予告が載っていたんですが、それはですね、 結構後の話かなと思ったんですけれども、実はこの時点で作画ができていたっていうことを考えると、結構直近だった。 っていうことをね、ちゃんと予想しなければダメだったですね。それが、なんか私のミステイクでした。ちょっと気になるのは、かなたくんがお金の話をしてるってことですね。優勝賞金の半額を尾形さんにプレゼントするということなんですが、ちょっと珍しいなと。まあ、この日本語が合ってるかどうかわかんないんですがえ、まず尾形さんは優勝賞金の半分をですね、契約上もらえることになっていますから、それはプレゼントとは言わないですよね。 ということは、え、ナタたくんが契約でもらえることになっている優勝賞金の半分も、小形さんにプレゼントしますよということだと思うんですよね。まあ、つまり全額、賞金全額を小形さんにプレゼントしますよということを心に決めていますということだと思います。いいやつすぎるということなんですが、カナタくんがお金の話をするときっていうのは決まって誰かのために使うということなんじゃないかなと。ファミリーに ペイをね、ファーストペイをサイオンジファミリーに使ったりということなんで今回も尾形さんに賞金を全額渡すということなんじゃないのかなと思いますで、まあ、そういうことをしている人のために何かをする人のためにお金を使うということが巡り巡ってこのレースの世界で助けてもらえる人たらしいのカ彼方というねそれを形成してるんじゃないのかなと いうことですねあ。ちょっと次が茹でる心情ということなんで、まあ、これはミカエルなのかなあるいはこの彼方に関わっているみんなだと思うんですが、このままでいいのかこのままそのラッキーでね、スピンでラッキーで勝ってそれでいいのかっていう葛藤をみんなするんじゃないのかな彼方の前のドライバー、セナ、それからサワタリ、ミカエルがするのかなと思いますね。え、末のコメントを見るとですね、原作 くはですね、設計図でアニメが完成形ですというふうなね、コメントが入ってまして、ということはやっぱり、かなたくんはドライバーではなくてですね、デザイナー、いわゆる設計者ですね。日本のデザイナーはスタイリングみたいな感じなんで、そうではなくて、いわゆる本当のデザイナーですね、設計者。 ですね。えになるんじゃないかな。まあ、つまり、まあ、建築家とか、それから空間デザイナーとかにねなる。まあ、その振りなのかなというふうに思います。